ははいいいおはようございござざまますす速塾の久保で昨日ですねあの宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道999で有名なあの松本零士さん原作者の漫画家である松本零士さんがイタリアのミラノだったかなローマだったかなイタリアのトリノか。 トリノでで中かかなんかで倒れたという一方が入りましたあこれは危ないんじゃないかなと思ったんですけどもどうやら持ち直したようでですね命に別状がないということですそして回復を待って帰国されるということなんで本当に良かったなと思いますただやっぱりね人間の寿命には限りがありますのでやっぱり松本零士さん確かにね今でもすごくね 取材をされたりとか漫画描いてらっしゃいますすごい方だなと思いますけどもやっぱりいつかお別れする日が来るんだなと覚悟しなければなりませんよね、うん、とにかくですね人生ってのはいつ終わりになるのか分からないようなそんなね期期限限のの決められててなない期限付きの旅をしているよもん,なんですよ皆さんもどうですかねやっぱりね病気になったりとか怪我をしてずっと苦しんでらっしゃる方もいるけどもでも健康であったのに3日前は健康で元気だったのにあれ休止しちゃったよ、ね っっていう方もいらっしゃるんですよ私たちは自分の人生がどこで終わるのかを誰にも知らされませんしドクターがね健康診断してもそれは保証でも何でもないんですよね一つのオピニオン味方でもしかしかなあ失礼しました味方でしかないわけなんですよ、まあ、そう考えると本当にねあの日々大切に育てていかないといけないかなとこの人生をなと思いますよねさあ私の初めての 息子ですけども大和くんというのが生まれました大和くんの旅はこれから始まるわけなんですけども最初は自力で,行くことができ生きることができませんので周りにいる方とかねそれからあ両親親こういったものが道を作ってあげないといけませんよねそしていつか自立できるようなそういうふうな道筋を立ててあげなければなりませんからやっぱり親とかね親が住んでいるその地区環境こういったものがかなり責任を持っていると思います私はねやっぱり 子どもの選択肢っていうのはどれだけ親が広げてあげれるかなっていうことがうん私自身の課題でもありますしこれからね、えー、かなりの大きな責任がかかってくるなということも感じるんですけどもまああんまり過度,な過度な期待をかけずにですね押し付けもなく特に成長や進化をねうんそんなにね押し付けることでもなく、まあ、自然体でいればいいのかなと思いますけどもね。えー いや本当にね松本零士さんびっくりしましたねついついね私のとこに生まれた命のことを考えざるを得なかったですこの奇妙な関わり松本零士さんが宇宙戦艦ヤマトという作品を作りそれが世の中にやっぱりねリリースされてそれがヒットして多くの方に認められてそれが巡り巡って私の息子の名前になりこのヤマト王国というものをね想起させて私がねこれから世界に向けて何かができるんじゃないかなというところにきちんと。 という名前がね降臨したということなのかなと思いますえあんまあ、今日はそんなとこですかね特になんか役に立つ話題はなかったんですけど皆さん今日も元気にお過ごしくださいそれでは資源回収段ボールの回収に行ってきますんで町内会活動行ってきます失礼します